にちは。オンリーオンラインストア店長の松野です。本日は、スーツを購入するための、3つのポイントを、お話しさせていただきます。オンリーのスーツは、テーラー譲りの、高い技術力と、センスに、自信を持って、お勧めしております。まず、スーツをですね、選ぶポイントなんですが、お手持ちの、スーツをですね、ご用意いただきまして、まずジャケットの内側にですね、このように照紙がついておりますので、こちらの方にですね、サイズが、記入されているかと思いますので、まずはこちらのサイズを、確認ください。それでは、パンツのウエストの測り方をですね、ご説明します。お持ちの、パンツのですね、必ず、ボタンを、ファスナーも、上げていただきます。で、このようにこういった状態でこのようにまっすぐ、測ります。今、ウエストがこちらで、43センチと、なっておりますので、こちら半分に折っておりますのでこの倍の、大きさになりますのでこのパンツは、ウエストが86センチというパンツになります。では、続けて、パンツの股下の測り方を、ご説明します。必ずですね、右足の方を、測るように、右足の方を、下になるようにですね、半分に折って向けていただいて左足をこのように、めくります。そうすると、股下と、ちょうどこのパンツのですね縫い目が、出てきますので、この股上の、一番下のこのちょうど交差している部分ですね、ここからこの縫い目に沿って測ります。このように測ります。で、お手持ちの、股下が、ご自宅でも簡単にオンリーのスーツは、初めて、購入されるお客様はですね、ぜひ2万8000円の、スーツですね、こちら2万8000円でも、インポートの生地や、スタイルにこだわった、スーツが非常に多く、ご用意しておりますので、2万8000円からぜひお試しください。3万8000円のスーツは、生地に、こだわった、スーツを、多数ご用意しております。また、2万8000円のスーツと、使っている芯も、特殊な芯を使用しておりまして、非常に軽く、着ていただける、スーツとなっております。裏地も、こだわりのある裏地を使用しておりますので、スーツに、着慣れた方は、ぜひ3万8000円をお試しください。